Thank you.
何もあげなくても雨が降って、それだけ昨日もすごい色づいてすごくなりますね。一時期の美味しいけどね、味見たってことか、酒に。あ、あきびはありません。あります。あれ、めちゃくちゃ美味しい。一時期の美味しい。アキビアちょっとあんまりないのも偶然若いのさギャングで見つけてそれ取って食べたのめちゃくちゃ美味しかった。友達のギャングがさあれね、お前タケノコじゃない、マツタケ。マツタケ山の息子がいるわけ。おー、そいつの山小屋に泊まりに行って、で朝一番でそれ取ってきて、鍋にして食べたもん。僕もこれじゃ入らないって言うんだけど。そう、山でその取りに行く途中、偶然来てたんで、あれ、来たの一緒だよ、来た。そうですか。うん。そうだから普通の大きい木にツタが生えてて、それに逃げなくなる。だから珍しい時あの当時です。山の中だから真っ暗だったんですよ。夜中さ、山小屋って友達が猫にいるスタッフを作ったって山の中でそこ、夜中着いたらさ音が壊されてるわけ。その集客駅からさ音がいて100人ぐらいで行く距離らしいんですけど仕方ないから夜中歩いて行こうって言ってだから車だけでさそしたら目ぐらいで行って見えてるもんそこらないと目当ててたら下に窓を下げて新幹線見分けられない。おー、車が来たら目を取ってないですから暗闇になれないし、それでやっとついたんです。音が放射してさ、終着駅めちゃくちゃ小さい駅だったけど、僕はその高級なマスターを今でも今でもなくてもこれでも返せる。それはそれ。いくらでも取るって言ってた。で、取ると、値段が下がったって言ってた。お金の中で途中に取ってたし、それで値段調整してた。取ると思ったら、ここで取る。やりますよ。自分たちの全部金賞が考えられる。あ、向こうにとってさ、ついだけ置いてないんだよ。そう、見た、見えてる。金賞を考えると、今。自分で見てるわけじゃないんだよ。せっかくだからしても贅沢だ。もう、すげえ、はぐれ。それをお土産で持ってなくても、そしたらその友達がさ、もったいな
ないから大切にしたんだって言って、キッチンの方に置いてたわけ。そしたら、全部虫、食べられるから、虫がつくんだ、うちの虫みたいな。あれで、せっかく。